朝ちゃんクラブは稲川町幼児交通安全クラブの愛称で、年間8回交通安全教室を行っています。教室では幼児の痛ましい交通事故をなくすため、交通安全についての基礎的な教育訓練を行うとともに、家庭においての交通安全教育に必要な考え方や心得などについての理解を高めることを目的とします。では、うさちゃんクラブの3つの指のお約束をご紹介しましょう。私は必ず止まります。どんなところで止まればいいのかな。横断歩道。そう、横断歩道で止まります。信号機で止まります。曲がり角で飛び出ししません。止まりますっていう約束です。どうやって横断歩道を渡ってるかちょっと見せてくれるかな。みんな見といてよ。丸か×かを言ってね。どう？ブー。はい、右見て、指差しもしてね、イダボー。うん、左見て、もう一回右見て。イダボー、車来てない？大丈夫？うん、大丈夫。じゃあお手手あげて渡ろうかな。はーい。はーい。じゃあ次、稲坊の今お隣には何の標識あるかな？そうやね。止まれがあります。ね、稲坊ここでピタッ。そう、右見て。うん。左見て。もう一回右見て。車大丈夫かな、ね、曲がってくる車ないかなって見て。そう、上手。大丈夫稲坊。うん、それじゃあ大丈夫だったら手を挙げて渡ります。はい、はい、稲坊ありがとう。幼児たちとそのご家族の皆さんが毎回元気いっぱいに楽しく学ぶうさちゃんクラブ。この日はチャイルドシートの必要性、標識の意味を教わりました。子供が横断歩道で手を挙げるようになりました。駐車場で声かけて危ないからってすぐ手をつなごうっていう風に言うようになりました。親子で気をつけるところとか確認しながらできるのがいいことだなと思って参加しています。最初のこううさちゃんクラブの歌から始まって、すごいいつも楽しく楽しみにしてるので、すごいいいですね。さようなら。